今回紹介するのは「自分でパッパッとかける確定申告」平成30年3月15日締め切り分という本です。上手に節税するる。確定申告が自分でできるよくあるケースごとに申告の仕方を紹介しているので税制ってややこしそうと思っている方でも大丈夫。 初めての方が戸惑わないように記載方法を詳しく解説しています。最新の法改正にも完全対応、セルフメディケーション税制や住宅の耐久性向上改修工事に関する税額控除など、最新の法改正にもしっかり対応しているので、安心して使える内容になっています。ふるさと納税を6箇所以上したから、まあ。 確定申告はいろいろなケースがあるのでもともと簡単には解説できないからこれぐらいケースに分けられているとなんとかなる。今回はサラリーマンだがふるさと納税を6カ所以上したらワンストップ特例を使えないから必然的に確定申告が必要なので確定申告は面倒なんだけどこれをしっかり行えば戻ってくる金額も大きい。 サラリーマンもフリーランスも確定申告の時期にならないとこのような本を見ないだろうけど普段からしっかり頭に入れておけば払わなくていい戻ってくる税金は結構ある確定申告の基本ケース1サラリーマンや年金で生活している人ケース2事業者や不動産のオーナーケース3株や土地 建物を売却した人退職金をもらった人ケース4その他の各種控除を受ける人で構成されておりぴったり当てはまるものはないかもしれないが完璧に申請できなくてもかなりの税金が戻ってくる場合が多いので自分のケースに当てはまる部分だけでも読んでみて実行してみるといい。確定申告入口の一冊に、 一般向けでで確定申告にに初チャレンジする前に読んでいいたただきたい一冊ですね。サラリーマンで生活していると年末調整ぐらいで全く決算書やら確定申告とは関わる方は少数派だと感じますが退職や株 FX やその他で収入が20万以上になったら必要になったりしますよね。私 20年ぐらい確定申告やってますが、これに書いてないことでもいろいろと注意点があり特に注意が必要なのでか株その他での損益通算するとお得との記載がありますがこれ特に注意です確定申告とは国税でこれをもとに地方税等が決定します国税で還付金があると喜んでいたら地方税等の自営ならば 国民権健康保険税が国税の還付金以上に上昇したりすることがあるんですよ。私もこれで1回失敗した経験があり、例えば株式の場合は失敗に気づいた後に修正申告もできないんです。一般の確定申告の数字の修正申告は5年間遡って修正できるのにです。自営で。 ちょっとした注意点を知らないことで年間簡単に数十万以上変わったりしますから副収入や自営業でそれなりにバリバリやっている方の最初の一冊に1500円の投資は非常にお安い経費だと感じましたよ以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらありがとうございました チャンネル登録をお願いいたします。